もともと体が弱かったんで、僕もうちょっと自分も変わりたいと思ってたんですよね。やっぱ自分好きなんで、格闘格闘技しかやってきてない。きっかけは僕が14歳とか15歳ぐらいの時に山本キッドとマサトの試合が大晦日やってたんですよね。それを見て鳥肌が立ったんですよ。その時にもともと体が弱かったんで、僕あ自分も強くなろうと思ってもうちょっと自分も変わりたいと思ってたんですよね。で16歳の時に初めてその地区の格闘技大会みたいなの出たんですよ。今まで喧嘩とか全然殴り合いをしたことなかったんで、大人の人に初めて殴られる痛さってそこで知ったんですよね。試合が終わった時に悔しくて僕泣いたんですよね。もう絶対強くなって、あいつ絶対任せてやろうと思ったんで、初めてラウェイ出た時に網膜剥離と左目もう全部見えなくなっちゃったんですよね。ちょっとやめようかなとかいろいろ考えたんですけど、このまま別にやめて仕事やってもなんか悔いだけ残るなと思ったんで、やっぱ自分好きなんで格闘技、格闘技しかやってきてないんで。やっぱ試合は勝たないとやっぱダメなんで、今までずっと積み上げてきたものが自分の中で報われる、報われた時じゃないですか。その喜びはもうマックスでいいですよね。負けちゃった時は本当に悔しくて死にたかったです。自分の、まあ、家族以上に好きな仲間が見てて、そいつらの悔しさとかも自分の気持ちにかさ増しするんで、余計悔しくて、だから僕は負けないようにやってます。すげえ感謝してるっす、僕は本当に感謝してるっす。もう本当に、まあ、携わってくれる人ですね。チーム仲間だったりとか、まあ、応援してくれてる人だったり、会社の人だったりとか、まあ、自分に関わる全ての人ですね、まあ、もちろん親にも感謝してるっすけど、もう感謝しきれないっすね。